はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ボスを捕獲しに行きたいと思います。今の俺の魔物がね、こんな感じなんですよ。古代遺物と、ブラックレオパルド、モールドン、こんな感じ。だけども、これにボスを入れると相当強くなりそうなので、捕まえに行きます。一度、ボスを倒すと、通常でボスが出るようになるよね。あの時に、捕獲すると、捕まえれるようになるみたいなんだよね。んで、ボスどこにいたかなと思って、まずここをいたかな、沈みゆく遺跡。そして、名もなき孤島もいるよね。で、悪敷の巣。あとどこにいたっけ、なんかここいたいね。船の実、いや、ここはレベル34だからいまいちか。古びた時計塔いたような気がするな。と、緑なき墓所いた。で、ここだ。奈落の城。まあまあ、とりあえずそこら辺に一度行ってみましょうか。海坊主もいたな。行ってみまーす。出ましたね。こいつだった。そう。象のやつだったな。で、石化するんだ。なるほど。まだ捕獲率は 0% ですね。まあ、どんどん減らしていってみましょうか。いけるかな。全然 BP 使わずにいけましたね。どうだ。まあ、とりあえず、ゲットです。次のボス行ってみましょう。海坊主が先に出てきましたね。こいつから捕獲できる？できるね。これでどうだ？100%。名前黄色でも 100% いけるんだ。OK。これどんどんいけるよ。さっきのやつがビヒモスだよね。出た。名前なんだったっけ？忘れたな。さて。ギガンティアスか。はい。OK。倒しちゃった倒した。いやー、ダメージ調整するのが難しいね。下手すると速攻で倒してしまうので注意しなきゃいけません。おっしょ、OK。どんどん変えていきましょう。悪敷の巣のボスですね。翼トカゲ住所。そうね、調整して倒しましょう。こいつはね、意外と強いね。結構強い。60%。100%。OK。2キロぐらいになれば、まあまあ、BP 使って全然いけるっぽいですね。いい感じ。あと2体か。ちょっとどっか行きますね。飯にしよう、飯。むちゃくちゃだね。こいつだったね。時計と、なんかこういうやつ倒したような気がする。はい。いや、問題ない。ギリギリのラインでね、攻めないとね。これは完璧でしょう。100%。OK。どんどん増えてきたね。では、あと1体仲間にして、使ってみましょうか。腹減った。ここで。そう。お墓はこのね、悪魔的なやつだったよね。そう。こういうやつだった。全然ダメージ与えてないんだけど。そうか、もう黄色だからか。弱いなこいつ。弱いから多分あんま強くないかもしれない。でも強さはマックスだね。ではちょっと、この2,4,6 体か使ってみましょう。それでは使っていきましょう。下から順番に行こうか。夢くらい、ここのやつね。そんなもん通常攻撃した方が強い気がするんだけど。次はこいつですね。アエローバード。こんなもんか。翼トカゲ獣種。デバフを入れるんならまあまあありかな。
ギガンティアスはどうでしょうか。行っといで。お、一番今まででマシじゃない？一番マシだった気がする。次は海坊主どうだ。ああ単体か。最後ビヒモスだけどヒールって書いてあるな。回復？ああ回復か。はい、ちょっと使ってみましたけども、そうね、ギガンティアスが一番マシな感じだったな。でもなんかダメージが微妙な感じですね。まあとりあえず最後の奈落の城のボス捕まえに行きましょう。出ました。では戦っていきましょうか。さすがやね、結構ダメージ与えたけどもう 60%。 やっぱこいつは強そうだな。 OK、 それでは使ってみましょう。どうだろうか。これだよね、カニスディルス。間違いない間違いない、こいつが一番強い。いや段違いでしょ強さが。あ、段違いだわ。とりあえずねいやもうむしろさ、これカニスディルスを全部でよくない？一体だけこのビヒモスの回復もいいかなと思うんだけども、いや回復役別にもういるしな。もうカニスディルス全部でいいかもしれません。もしくは回復役とこいつだったかな、あのデバフが入るの。いやいや強さがもう段違いでこいつだけでいいような感じですね。はい、ということで今日はボスモンスター捕獲してみました。いろいろとね試してみたんだけども、多分これ奈落の城のボスカニスディルスが一番強いです。こいつをちょっとね集めてみようと思います。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。